お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんにいろんな質問をしていきます。動画を操作する余裕がある方は質問されたタイミングで動画を止めて自分の考えを言葉や文章にしてみてください。アウトプットしながら勉強することで知識の定着率はぐっと高まるはずです。それでは私と話すつもりで今回も勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さんはクロスサイトスクリプティングって聞いたことありますよね。セキュリティを勉強すると必ず1回は聞く言葉だと思います。ただしクロスサイトスクリプティングって何ですかって聞かれたらどうでしょうか。皆さんは言葉にすることができますか。今できる範囲で一度言葉にしてみてください。どうでしょうか。うまく言葉にできましたか。うまく言葉にできなかったという人はこちらをご覧ください。こちらは IPA が公開している資料の抜粋です。クロスサイトスクリプティングに関して Web アプリケーションにスクリプトを埋め込むことが可能な脆弱性がある場合、これを悪用した攻撃により利用者の〇〇が実行されてしまう可能性がありますと書いていますね。それではここの〇〇に当てはまる言葉を考えてみてください。〇〇に当てはまる言葉はこちらです。利用者のブラウザ上で不正なスクリプトが実行されてしまう可能性がありますということですね。クロスサイトスクリプティングはいくつかの手法がありますが、利用者のブラウザ上で不正なスクリプトが実行されてしまう攻撃、ここは覚えておきたいクロスサイトスクリプティングのキーワードです。利用者のブラウザ、そして不正なスクリプト、この2つのキーワードを中心に覚えておきましょう。ではここからクロスサイトスクリプティングについて説明していきますが、クロスサイトスクリプティングは格納型と反射型があります。今回は格納型についてお話をしていきます。早速クロスサイトスクリプティング格納型の事例を紹介していきたいと思います。今回紹介するのは2005年マイスペースで起きたサミーワームという事例です。ちなみに皆さんはマイスペースという SNS 知ってますか。私事で恐縮ですが、昔私バンドマンをやっていて、バンドマンはみんなマイスペースという SNS をやっていました。自分の音楽を投稿して交流したりすることができるんですよね。マイスペースをやったことないという人はインスタグラムとかそういう SNS だと思ってください。それでは話を戻してサミーワームの話を続けていきます。ある日マイスペースの利用者が何気なく検索をしていました。この時友達の数が多いサミーさんのプロフィールがなんとなく気になったので見てみることにしました。するとあら不思議、勝手にサミーさんが自分の友達に追加されて、さらに自分のプロフィールの文章が勝手に変更されています。なんだかおかしいななんて思ってる間に他の人がその人のページにアクセスしました。すると先ほどと同じように勝手にサミーさんが自動的に友達に追加されて自分のプロフィールの文章が変更されてしまいました。このようにしてマイスペースでは勝手にサミーさんが友達登録されて、さらにプロフィールが勝手に変更されるというサミーワームが爆発的に広がりました。これが2005年に起きたサミーワームという事例です。結果として24時間以内に100万人以上のマイスペースのユーザーが感染することとなり、マイスペース全ユーザーの中でサミーさんのアカウントは最も友達の多いアカウントになりました。この事例では今回のテーマクロスサイトスクリプティングの格納型が利用されていました。ではサミーワームがどのようにクロスサイトスクリプティングの格納型を利用したのか、手法を見ていきたいと思います。
ここからはクロスサイトスクリプティングの格納型を使ったサミーバームの手法について概要をお伝えしていきたいと思います。なお YouTube の規約上詳細な手法はお伝えできませんのでご了承ください。では手法についてお話しします。まず一般的なユーザーが MySpace を利用する場合から説明していきます。一般的なユーザーは自分のページを保有してその中に自己紹介文を書くことができます。これはどんな SNS サイトでも備わっている仕組みですよね。そして今回の事例の張本人であるサミーさんはこの自己紹介欄を悪用しました。サミーさんは昔からコンピューターに強かったそうで、ちょっとした出来心で自分の自己紹介欄に悪意のあるスクリプトを記述しました。その内容はサミー is my hero と表示すること、サミーをフレンドに追加すること、そしてこのスクリプトを訪問者のプロフィールに埋め込むという内容のスクリプトです。この時に注目してほしいのはカッコでくくっているスクリプトという部分です。このカッコでくくったスクリプトのことをスクリプトタグと言います。このようにスクリプトタグで囲むと訪問者のウェブブラウザはスクリプトで書かれた指示の内容を実行しようとします。その結果訪問者のウェブブラウザが勝手にサミー is my hero と表示してサミーさんをフレンドに追加して、さらにこのスクリプトを自分自身のプロフィールに埋め込んでしまいます。その結果今回の事例のように爆発的に感染が広がったということなんですよね。今説明したように攻撃者が脆弱性のあるサイトに直接スクリプトを埋め込む場合は格納型に分類されます。脆弱性のあるサイトにスクリプトを埋め込んだ後は当該サイトにアクセスするたびにスクリプトが実行されてしまいます。攻撃者は直接脆弱性のあるサイトにスクリプトを格納する攻撃なので格納型ということですね。では今回紹介したクロスサイトスクリプティングを防ぐためにはどうすればよいのか一緒に考えていきましょう。ここからはクロスサイトスクリプティングの対策について考えていきます。先ほどの説明でスクリプトタグで囲むと訪問者のウェブブラウザはスクリプトタグで囲まれた指示を実行しようとしてしまうと説明しました。つまりスクリプトタグのような特別な記号や文字が自己紹介欄に記述できなくすれば良いですよね。その場合に利用されるのがエスケープ処理です。エスケープ処理とは文字列を検索して特別な記号文字を安全なものに変換する処理のことを言います。例にあるように特別な意味を持つ記号や文字を別の文字に置換していますよね。置換すると入力値としてスクリプトタグを作っていたとしても置換後は記号文字が別の文字列に置換されているのでウェブブラウザが勝手にスクリプトとして実行することがなくなります。このようにクロスサイトスクリプティングの対策としてエスケープ処理が挙げられます。エスケープ処理とは文字列を検査して安全なものに変換することですね。クロスサイトスクリプティングの代表的な対策として挙げられます。もちろんそれ以外にもいくつか対策はありますが、今回はクロスサイトスクリプティングの対策としてエスケープ処理を覚えてみてください。というわけで今回はクロスサイトスクリプティングの格納型についてお話しました。どんなことを勉強したのかちょっと思い出してみましょう。クロスサイトスクリプティングとはどのような攻撃でしょうか。内容を思い出して言葉にしてみてください。クロスサイトスクリプティングは利用者のブラウザ上で不正なスクリプトを実行させる攻撃ですね。代表的な事例として MySpace のサミーワームを紹介しました。これは余談ですが、サミーさんは友達が5人ぐらい増えるといいなくらいの軽い気持ちでやったそうです。結果として FBI に逮捕されたり大きな代償を払うことになっています。皆さんも軽い気持ちでセキュリティ技術を悪用したりしないように十分注意しましょうね。今回紹介したサミーワームはクロスサイトスクリプティングの格納型を使った代表的な事例です。自分の自己紹介欄に不正なスクリプトを記述することでサミーさんのページを訪問した利用者が次々と感染、
感染者のページを見た人も感染していくということで、感染者が爆発的に増えていきました。クロスサイトスクリプティングを防ぐためには、スクリプトタグなどによって、ウェブブラウザが不正なスクリプトを実行しないようにすることが必要です。では、どんな対策を行えばよいでしょうか？覚えてますか？クロスサイトスクリプティングの対策として、代表的なものはエスケープ処理です。エスケープ処理によって、特別な意味を持つ記号文字を置換します。その結果、不正なスクリプトを実行することはなくなります。もしもっとクロスサイトスクリプティングを勉強してみたいという方は、過去動画の覚えておきたいクロスサイトスクリプティングハンズオンシャープ3、クロスサイトスクリプティング格納型がおすすめです。現役セキュリティエンジニアのエピカさんがクロスサイトスクリプティングの格納型について詳しくハンズオンで教えてくれています。よかったらこちらの動画もご覧ください。それでは今回はセキュリティ基礎として格納型のクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強しました。クロスサイトスクリプティングは試験でもとってもよく出てきます。なかなか難しい攻撃ですが、一緒に少しずつ理解していきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年8月のスケジュールです。秋試験に向けた勉強会だけではなく、いろんなオフ会もやっていたりします。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。